皆さんこんにちは。絵画講堂絵取りポラの金子でございます。今日はですねこの金魚の非常にまあリアルのですね美術形態でも知られております深堀先生のこの深堀龍介先生のご案内でございます。 えっとまあ、深堀先生とおっしゃいますとですね、まあ、実は私と同じ昭和48年生まれの同い年の先生なんですけども、まあ、愛知県出身でですね、愛知芸大で学ばれまして、まあ、こういったアクリルの樹脂を使って非常にまあこうリアルな立体的な金魚をス、まあの中に入れてい 描いたりですね、まあ、あのこういった金魚鉢こういった、まあ、マスオのほかにですねオーケーなんかの中にもですね非常にこう積層で積み重ねて非常に立体な形を出していかれる、まあ、非常にもう有名ですけれどもただですね、まあ、この昨今ですね深堀先生のお問い合わせ大変多くてですね、まあ、今日も行ったあ市場仕入れの市場でもですね深堀先生の,、まあ、あのケロリンですかねあの よく見るお風呂場で使ってる桶、OK、にですね金魚が泳いでいるような構図ですけども、まあ、そういった作品も非常にまあ高値で取引をされてました、まあ、深堀先生の作品現在でも各百貨店を中心にですねいろんなところで発表活動されておりますけども少し先生の若い時の作品でも結構です深堀先生のお作品ぜひ私どもで一度評価をさせてください必ず買った時よりも高い値段ご報告できるのではないかというふうに思っております まあ深堀先生の作品に限りませんけれども美術品心当たりございましたらこちら「絵画コット買取プロ」までご連絡お待ちしておりますフリーダイヤルあるいはこの LINE の QR コードで携帯電話からでもアクセス可能でございますのでぜひ、まあ、深堀先生の作品に限らずですけどもコンテンポラリー現代アートも含めて数多くお待ちしておりますよろしくお願いいたします